あ、ナルトです。ナルト先輩お待たせっす。ちょっと待ってください。ちゃんと買ってきたんで、今回は一目はラーメンだよ、ラーメン。あ、ゆちゃんです。今日は買ってきましたよ。早くしろよ。ラーメンですよね。買ってきました、ラーメン。これラーメンじゃねえだろ。おかしな多いんだよ。これは正真正銘のラーメンですよ。ベビースターラーメンですよ。それ知ってます？それ期間限定の復刻版なんですよ。なんでさっき気になるんだよ。あ、ラーメンが俺結構好きだけど、ベビースターラーメンかわいい。で、俺は今回これにしたっす。ベビースターラーメンアイス。おめえ、おめえなんでこれ俺に買ってこないんだよ。なんでこんなの買ってきてんの。だってこれラーメンとはちょっと違くないですか。やっぱラーメンじゃなくてアイスなんで。それこそ先輩、ラーメンではない。これは好きじゃないかなと思って。おめえ変わり者好きだって忘れたのか。お前そうでしたっけ。おめえが俺は変えたんだよ。そうなんすね。そんなこともあるかと思って2個買ってきちゃいました。最初からいいよね。やっぱその言葉が聞きたくて。でも買ってきてくれなかった。いや、これすごいですよ。最近出たばっかりで、ベビースターオンアイス。これすごくないですか。ラーメンなのかアイスなのかバターなのかキャラメルなのか、さっぱり。このベビースターのキャラクターって星尾くんっていうんすね。星尾星尾、おめえどこ中だよ。おめえ友達になりてえかもしんねえ。これ俺の好きなプリットチャンネルさん紹介しました。これおめえプリットチャンネル見てるのかよ。お前はすいません。好きだよ。ちょっと開けてみましょうか。あっ、はい、購入しましたけど今匂いがやべえ。めっちゃベビースターだ。これ醤油味が香る。すごいすごい。アイスの上に敷き詰められてるっすね。おいしい。何書いてあるんですか。ベビースター専用アイスにベビースターラーメンを混ぜ込みました。その上にベビースターラーメンをトッピング。見たらわかるよ。うんめえ、何やってんだよ。すいません、ちょっとおめえたまにはそういう時あるよな。あれだ、次やった指さないかな。すいません、すいません。わすごい、中がこんな感じっす。おで混ぜていくとさらにこう一緒に食べれる感じになります、ね、わすげえ。なんじゃこりゃ。すげえよな。せーの、いただきます。なんかさ、塩気がキャラメルと相まって塩キャラメル味みたいになるっす。あ、うーん、なんすかこれ。うめえ。これやばくないっすか。うめえ。超いい酸味。酸味はないっすね。ちょっとそれ抜けてるとこあるっすね。もう食事しちゃってやります。今終わりますね。後で片付けましょう。こっちのせいだよ。こっち本来カリカリなのが中の水分を吸ってちょっとしなっとしてるのがまたうまくないですか。めっちゃうめえ。これはこれで好きっすね。すんごいちょうどいい。甘すぎずしょっぱすぎず、しょっぱすぎず、うん、マジうめえ。面白い。せっかくだからね、さっき買ってきてくれたこのベビースター追加してみる。いいっすね。ちょっとパリパリの時も食べてみたい。これ辛口スパイシー。いただきます。いただきます。やっぱりカリカリがすごい残るな。残りますね、うん、あれ逆だ。あれ逆入れ替わってる。辛い。追加するとちょっと味が濃いかなって感じするんだけど、アイスが負けちゃう。うんうん、そういえばよ、はい、このスカジャンよ、ボンボン TV のだるみちゃんって子からもらったんで。ほんとっすか。俺いつかちゃんからもらったっすって。あ、お前もピンクっすか。今ピンク男でも可愛いだろ。可愛すぎませんか。あんたなんのかお前よ。ナイスナイス、めっちゃ可愛いっす。おめえも似合ってるよ。ありがとうございます。ちょっといかつとかしてません。増してる。てか普通に学ラン着るより俺ら強そうに見えね。ありがとう、一致となるじゃん。みんなで呼べたのかよ。すいません、ちょっと調子に乗っちゃいました。俺の女よ。俺の女。そうなんすか。失礼しました。ナルミネさん、ナルミネさん見てますか。うちの兄貴をよろしくお願いします。おめえ早くいちかちゃんに告れよ。ちょっと恥ずかしいっすよ。何言ってんだよおめえ。純潔が可愛いっすよ。可愛いよねあれな。狙ってんすか。やめてください。いや俺ナルミちゃんだから。ナルミちゃんどこがいいですか。ナルミちゃん
何恥ずかしがってんすか。え、恥ずかしいに決まってんだろ。めちゃちゃといいとこ教えてくださいよ。じゃあ何言ってごらん。好きなんでしょ。ちょっと滑舌が悪いのかな。あれ滑舌悪いのって頭が悪いっすよ。あれ頭悪いってなんだ。失礼しました。失礼しました。潰される。家燃やされるかと思った。やっぱ宝が甘すぎて、俺がちょっと手に届かないかなって思うくらいっすよ。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔法に連れさ。魔物な。魔物っすよ先輩。そう間違っちゃいけないっすよ。ちょっとそれはどうしようもねえ。兄貴。はい。分かったっす。なんで会うのか。このベビースターがナッツみたいになってないっすか。あ、キャラメルナッツみたいな。確かに。あ、めっちゃ確かに。だから俺ら好きなんですよ、この味。だからか、ナッツ好きだもんな、俺ら。ちょっと何回か食べてると上の塩気が邪魔になってくるかな。ちょっと食べてると。だな。ちょっとくどい。うん、くどい。美味しいけど。食べたら意外に美味しいっていう、この驚愕さはぜひ皆さんにも味わっていただきたい。だな。まあみんなもコンビニ見つけたらぜひ買ってみるといいよ。それではまた明日の動画でお会いしよう。あばよ。みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック。高評価コメントも待ってるよ。そしておすすめ動画も見てねー。